ででんででんででんファイヤー。あれ水流れてるやん、水流れてるやん、俺の方が早かったやん。 FPS で言ったら打ち負けるって、打ち勝つっていうか、そういう打ち勝つ的なやつやん。あー本日、2回目のチャンス、カーのチャンス。どのタイミングだったんだろう。ここが。よっしゃー。お前が網に与えた痛みの苦しい、しっかりと味わえ。うわー、え、そういう苦し方するの。え？え、暴発。うまく動かねえ。死んだ？はじめさん死んだ？相手が人間っていうんがまたグロいよな。網の仇は死んだ。俺がこの手で殺した。殺してしまった。俺は殺人を犯した。十字架が重い。なぜだ？後悔なんてしないと思っていたのに。網の仇に、あって言って、なんか、はい十字架を背負い続ける。やだ、重いよ。精神的に重いもんを持たせてきょるな、これ。そんなのは嫌、そんなのは嫌だ。アンパンマン出てきた。今アンパンマン出てきた。抱きしめたい。もっと一緒にいたい。でも僕は殺人犯なんかの歌詞みたいになったんじゃないか。でも僕は殺人犯なんだそれ。僕が知った、この事実を知った時、マッケーの僕に対する躊躇、嫌悪感が生まれるだろう。僕は大切な人を守るどころか、自我すら守れていないんだ。カッコつけてもここまで強い人間を演じてきたけど、僕はその行為で自分を傷つけてしまっている。僕は本当はすごく弱いんだ。アキラのことだってそうだった。命を受け入れるのが辛いからっていつまでも勝手のいい空想に逃げて、そんな弱い自分なのにこんな十字架を背負いきれるのだろうか。いや、できないよ。一人じゃ無理だ。背負いきれないよ。でもマキがいてくれれば無理をして背負うことができるかもしれない。だけどマキは僕がやったこの死体を見ても僕を受け入れてくれるだろうか。少なくとももう今までのようには接してもらえないけどな。ああ、大丈夫だよお兄ちゃん。アキラ、お前は強かったよな。俺がお前の死を受け入れるまでずっと守ってくれたもんな。もし俺がお前みたいに強かったら、こんなに臆病にはならないんだろうな。兄ちゃん、それは違うよ。ちゃんと僕の死を受け入れてくれた。だ、アキラくん、最後まで読ませてくれないか。てか、ニュータイプの、ガンダムのニュータイプの、ララーとの対話になったんじゃないか。死んだ後のララーとの対話になってる。そんなことねえよ。俺は弱いんだ。どうして兄ちゃんが弱いの？兄ちゃんは強いよ。マキお姉ちゃんを守るために自分を犠牲にしてまで、あの世に最後まで読ませて。でもそれは、今のマキを守れただけだ。この世の汚れた手になってしまったことで、これからの魔域を守れなくなった。もう手をつなげない。手が汚れるってそういう意味じゃないと思うが。抱きしめることもできない。こんな汚い手でマキには触れられない。きっとマキも殺人を犯した俺を怖がるだろう。大丈夫。どうして
負けお姉ちゃんも強いから。小さな手でも本当にそれっぽい、クラナドのちょっと感動シーンみたいな BGM 歌ったんやけどさ、それっぽい BGM になってきた。え、マキ、アイム無事でよかった、本当に本当に。マキ、ダメだ、俺なんかに触れちゃ俺はもう今までの俺じゃないんだ、人の血を浴びた殺人者なんだ、こんな汚い俺に触れちゃダメだ。アイムはアイムだよ、何も変わってない、だから触れてもいいの。俺は人を殺してしまったんだぞ、こんなにひどい殺し方をしてしまったんだぞ。ドンキ三強でもうドンキで殴るっていうベーシックな殺し方してしまったもん。確かに人を殺すことは最悪のこと、でもこれは歩が必死に私を守るためにしてくれたこと、アミを思ってしてくれたこと、私にも責任がある、だから全部一人で抱え込まないで。アイムは強いけどそれはダメ、俺はちっとも強くなんかない、ちょっとちっとものところちょっとちょっちゅうねみたいな感じで言いそうになったけど、今のはごまかした。一人でいるとすごく臆病になるんだ、だから強くなんかなくて弱いんだ。誰でも一人でいれば臆病になるよ、だからそれを弱いとは言わない。それに他人のために自分を犠牲にできる人のどこが弱いの、本当に弱い人は他人なんて守れないわ。アイム、私の胸に手を当てて。温かい、そして柔らかい。マンキー意外と C カップあるんだな。ドクンドクンって鳴ってるでしょ、今こうして私が生きていられるのもアイムのおかげだの。ごめんマッキー、心臓の音よりもマキの胸の大きさのことに気が入ってる。私は相棒のためなら何だってするわ。うん、今何だってするわって言ったよね、レジュー先輩になるよ。だから相棒、はい、その十字架の重さを私にも分けてそのチョコ私にも分けてみたいな言い方をしやがって。ダメだよマキ、これは俺一人でやったことだ、こいつを殺したことにマキは関係ない。関係なくない、これは私から歩へのお願い、私と一緒に十字架を背負わせて。私は歩を嫌ったりなんかしない、躊躇なんかない、私は歩が好き、だから一緒に苦を背負おうと思えるの。これが恋し合った二人ということだ。何その映画版のドラえもんみたいな泣き方。まあ何にせよよかった。それにしても主要人物5人のうち3人が天に登っていったんよな。本当にジエンドやな、何回も言うけど。アミ、すまない、勝手な真似をして、俺はアミの敵討ちをしてしまった、そう、カキミヤを殺してしまった。やすぎアミの性格なら自分の形級打ちなんかされたくないはずなのに、本当にすまない。ああ、アミの前でか。アミ、私たちのことは心配しないで、私たち二人で力を合わせて必ず元の世界に帰るから。帰ったら絶対に聖子さんを一人にはしないから。ああそうか、元の世界に戻ることが目的だったもんな、すっかり忘れとったけど、どうやって戻るんこれ、手がかり全然ないよな。アミのこと絶対忘れないから、ずっと親友だから、だから安心して成仏してね。マキは俺が守るよ、だから俺からもお願いだ、どうか安心して成仏を成してくれ。またね、アミ、撮ってくれた写真一生大切にするね。またな、アミ。またどこかで会おう、アユム。マッキー。
私は先に行くね。勝手にセリフつけてすいません。ちゃんとセリフ読むんやな。アミの分のセリフもあるんやな。ああ、私はまた罪を犯してしまいました。ここで殺されてもよかったかもしれません。私ならまた同じことを繰り返すでしょうから。でも、この世界へ来た目的を果たさないまま、私は死んでしまいました。お父さんに会うってことだ。あ、でも、この世界なら死んでもこうして霊体として存在することができますね。もしかしたら、この状態でも目的を果たせるかもしれない。いや、でも、恋もせず、二度も同じような罪を犯してしまった私が謝っても、かえって彼女を傷つけるだけになってしまいますかね。ん？なんかすごい素の反応が出たな。うんって誰だっけ様。あなたは誰これ。こんな私でも謝ってもよろしいのですか。記憶お前かい。え、今までのセリフお前かい。影見や。はじめさん。俺アミのつもりでちょっと若干高めに読んだのにお前だったんかい。ありがとうございます。今からちゃんと影山さんの声で読みますからな。どうかあの時のことを謝らせてください。許してもらえないのは承知の上です。本当に申し訳は。なんだこれ、霊体になってしまった。霊体生息だったんか。あの子は下のなんか謎の子は何だった。あの子何だ。あの住んで出て行った歩夢くん大丈夫。校舎でちょっと食らったよね。歩夢、これから私たちどうするの。ああ今考えてる。確かこの世界からの出口は奥森神社本殿のあの扉しかないんだよな。うん、影宮さんがそう言ってたね。で、あの扉は今誰かの力によって閉ざされているんだよな。誰やねん。うん、影宮があの時言っていたようにその誰かを突き止めないといけないということだ。そうだね。マキ若干さ、単純な一言で終わらすやめてくれん。あ、おお、一言で終わらんかったわ。でもどうやってその誰かを突き止めるんだろう。そこなんだ。何も考えてなかったんかお前。一度奥森神社本殿に戻ってみるか。もしかしたら何か手がかりが使い巡るかもしれない。何もできることがない今はそれが一番いいかもね。あれ、これもしかして霊体がまだ向こうの方にいるパターンじゃありませんか。おりそうなんやけど。おりそうなんやけど。次回に回したいんだけど。というわけで今回はこの辺で、主要人物の5人中3人が亡くなるという、本当にジエンド、もう一回言うけどジエンドな状態になってしまいました。さて、アヤム君とマキだけはちょっと生き残ってほしいな。リア充爆発しろって言ったけど、今は違う。生き残ってほしい。そんな気がします。というわけで、仕上げ。アキラくんの死に気づき、アミが死に、ハジメさんを殺す。初めた頃予想していた展開とはうるはらに、サイコパス。記憶少女 G エンドの G エンドは、サイコパス的な意味での G エンドだと今気づきました。マキとアヤムくん大丈夫なんかな。